西武、山川穂高への無期限謹慎処分はうち独自のものなので移籍したら解除になる。飯田本部長は今後機会が設定されれば残留への交渉を言っていく方針を明言した。ただし不祥事によって無期限の公式試合出場停止の処分中にあることについては処分の解除はなっていない、そこは切り離していると説明した。一方で他球団に移籍した場合は行った球団で処分を引き継ぐということはない、うちでやっている処分なのでとも述べた。まあそらそうやろ、代理人が提出してて草、そりゃソフトバンクの選手勝手に西武が処分はできんよね。試合で退院やろならばよ出てけってとこか。そうか、そのための宣言だったのか、驚愕。保有権維持したまま謹慎処分とか意味不明、普通に解雇すればいいのに空 FA で出ていかれるわ。西武ファンが書類くらいてめえで出しに行けやってきれてたな。公式戦出場禁止だから謹慎処分だったら練習してること自体おかしいだろ。めちゃくちゃ追い出したがってて草。まあ中田もそうだったしな。ご視聴ありがとうございました。